ねえねえカプチーニャカプチーニャさ好きなミュージシャンいるああいるけど知ってるかなーーまた渋いところ来るのかなああ活躍したのが1970年代だからー生まれる前だああ猫猫地下鉄に乗ってとかねえ雪なんていう曲を出しててね いいな、名前からしてもそうだねハンドドッグは嫌いあ、そうなんだね、うん、ドッグはダメ猫がいいんね猫猫、分かった、聞いとくねうん。そんな音楽好きのカプチーニャに今日も相談が来てます埼玉県25歳の青山俊介さんからです歌が下手で悩んでいます自分は気持ちよく歌っているつもりなのに全く音が取れていないのか微妙な空気になります 歌さえ上手ならカラオケという場所は好きなのですが歌の上手なカプチーニャン音痴を治す方法を教えてくださいという相談です音痴とはもう音の認識ができないってことようん。うん、音の認識ができないからそれに対する発声ができないってことうん。だからこの人は音痴ではなくて歌が下手なんでしょうね えー、うん、だから、よなよな、なおー。<laughs> なーおー。発声練習それ。基本。基本。うん。カプチーニャもそうやって歌練習したのなーおー。